ベリズムオペラは、1890年代から20世紀初頭に、かけてのイタリアオペラの新傾向である。同時代のベリズム文学に影響を受け、内容的には、姿勢の人々の日常生活、残酷な暴力などの描写を多用すること、音楽的には、声楽技巧を排した直接的な感情表現に、重きを置き、重厚なオーケストレーションを駆使することをその特徴と、する。 そうした傾向を最もよく示す作品として今日も上演機会が多いオペラとしては、ピエトル・マスカーニ、カバレリアル・スティカーナ、ルッチェーロ・レオン・カバンド・ロ、同化種などがある。時には、同時代に作曲されたウンベルト・ジョルダーのアンドレア・シェニエやジャコモ・プッチーニ、トスカなど、同時代の庶民生活を題材とせず、歴史上あるいは架空の人物を主人公とするオペラも、 その激しい感情表出に着目した場合、ベリズムオペラの範疇に含めて論じられることもある。しばしば、オペラは歴史にその題材をとり、神話中の人物や英雄貴族を登場させる、ものだった。ベリズムによって、初めて一般庶民が主人公になり、オペラの聴衆はそこに共感を覚えたあるいは、ベリズムによって、初めて、売春など、社会の暗部、残酷な暴力などが、 オペラ化されたなどと語られることがあるが、以下に述べるようにこれは正確とは言えない。姿勢の人々の日常を描くのは、19世紀前半からオペラブッファでは一般的なことであった。例えば、ドニゼッティ、愛の妙薬は、バスク地方のどことも知れない、平凡な農村での多いもない恋愛喜劇を描いている。売春に関して言えば、ベルディ、ラトラビアータは、 同時代パリに生きる高級商婦の生活を描き、当初その題材のオペラとしての敵比に関して議論はあったものの、ベルディのドラマ作りのうまさもあって、人々に受容されていった。一方の暴力に関しては、確かにオペラにあっては、殺人は舞台裏で行われることが多く、舞台上でそれが展開されるのはアクシデントによるか、あるいは、 殺人の被害者が傷ついてから池を引き取るまでに美しいアリアを歌うことで聴衆のショックを和らげるのが上等手段だった。こうしたオペラの伝統を最初に打破してみせたオペラはフランスから現れた。ジョルジュビゼー、カルメンがそれである。第四幕でドンホセに刺されたカルメンは一言も歌わず語らず舞台上でそのまま倒れ死ぬ。なおこの カルメンでは他にも、タバコ工場の女工たち、女に惑わされ堕落する五鳥、ホセ、山賊やジプシーたちの山中での生活、と、今日我々が、ベリズムオペラの特徴として考える多くの要素が盛り込まれている。同オペラは1880年ナポリで、イタリア初演された後、イタリア半島全土でセンセーションを巻き起こしている。この戦場的なオペラが、 イタリア人若手作曲家に強い刺激となり、後のベリズムオペラにつながっていったのは疑いのないところだろう。上記、カルメンのイタリアでの上演権を獲得し、成功させた楽譜出版社尊ニ尿社が開催した一幕物、オペラコンクールの第2回で優勝。ベリズムオペラの出発点となったのが、ピエトルマスカーニ、カバレリアルスティカーナであり、これは、 ジョバンニベルガの有名なベリズモ小説、および、それを原作とする、舞台劇に基づいていた。コンクールの条件に、全一幕に限るとあったのは主催者側の時間と、金銭の節約目的という側面が強かったが、短いながらも力強いドラマ展開を持つ、ベリズモ短編劇を本案したカバレリアは、この制約条件にうまく合致し、同作は1890年。 ローマコスタンチ劇場での初演で爆発的な成功となった。以後、ベリズモ傾向の小説や舞台劇を題材としたオペラが、ウゴの竹のコのように発表された。ただし、カバレリアの成功は、必ずしも登場人物に対する聴衆の共感に基づいているものではなかったようである。形式的には、統一国家とはいえ、1890年の初演地、 ローマのマルゲリータ王妃を筆頭とする中上流階級の聴衆から見ればその部隊シチリア島も三角関係をめぐる決闘という習俗も十分にエキゾチックなものだったはずである。赤裸々に姿勢の人々を滑車するというだけでは聴衆の共感を得られなかったとする状況証拠としてウンベルト・ジョルダーの堕落した生活の失敗を例に挙げる。 サルバトーレ・ディジャコモの小説及び舞台劇はナポリの街に生きる染め物や売春婦など最下層の人々を滑車している。ジョルダーノのオペラでは街の描写にさらなる現実感を出すためナポリ民謡を引用するなどの工夫が凝らされている。しかし、1892年2月のローマ書演でそれは成功せず、また同年4月26日、 地元ナポリ、サンカルロ劇場での上演では、街の暗部、地部をオペラ化したと激怒する聴衆の暴動によって、上演は中断されている。どの過ぎた、真実主義は、オペラという舞台芸術にはそぐわないとするのが、一般的な考えだったようである。堕落した、生活の失敗と同年の1892年5月には、もう一つのベリーズモオペラの傑作。 ルッチェーロ・レオン・カバンロ、同ケ詞が主演されている。南イタリア、カラブリア地方、モンタルト村を舞台とする、このオペラでは、妻である女優の浮気に起こり、次第に現実と芝居との区別がつかなくなり、舞台上で殺人を犯す、ローザチョウ・カニオの悲哀を描いている。なお、台本も、すべて書いたレオン・カバンロが、この作品は、 判事であった自分の父の担当した実在の事件に基づくと主張したことも、このオペラのベリズム感を醸成するのに一役買っているが、今日ではこの台本は、フランスあるいはスペインの舞台劇の本案であるとする説が有力になっている。また、このオペラの冒頭では、同化死の一人と,とにおが有名なプロローグを歌う。その一節は、意味軸も、 ベリズム全体にとってのマニフェストとなっている。ベリズムオペラの影響は、イタリア一国にとどまらなかった。年代的には、イタリアのベリズム作曲家たちの先輩格にあたる、はずのフランスのジュール・マスネが、カバレリア・風の二幕物、ナバラの娘で、そこそこの成功を見せているし、オイゲンダル・ベール、低地地方、レオシュ、ヤナーチェク、イェヌーファにもベリズムの影響は明らかである。 カバレリア及び、道化師の後、いよいよ多くの、ベリズム風作品が登場することになった。しかし、多くの場合こうした作品は、貧しい南部の庶民生活を扱い、地方民謡や舞踊音楽が、ローカル性を殉職するために引用され、暴力や激しい感情表出がふんだんに満ちている。ものの、それらは既存性工作の2番戦時の息を出ず、今日上演されるものは少ない。 20世紀を迎える頃には、オペラにおける、ベリズモという言葉は、真実主義という本来の意味を離れ、新イタリア学派の重厚なオーケストレーションを伴った、センセーショナルなオペラ全てを指すように変質していった。この文脈において、初めて、フランス革命時の実在の詩人の一生を脚色した、ウンベルト・ジョルダーのアンドレア・セニエや1800年ローマを舞台に、 架空の歌姫の悲劇を描いたジャコモ・プッチーニ、トスカをベリズモの範疇に含めることが可能になる。なお、プッチーニはずっと時代の下った1916年になり、一幕物、街頭を作曲している。1910年に時代を取り、パリセーヌ・ガー・カに生活する人々の三角関係を扱った、この作品は彼にとって最もベリズモ風のものである。 しかしそれは、まるで作曲家の優秀な学生が、ベリズモという課題を上手に処理してみせた、とでも言うような、イディオム化されたベリズモに過ぎない。なお、該当は、凝縮された、悲劇、修道ジョアンジェリカ、オペラブッファー風の、ジャンニスキッキと一緒に、三作品の作風の違いを、一晩で楽しむことのできる、三部作として上演する、構想で作曲されたが、今日では、 他のベリズムオペラ作品との組み合わせも多い。ありがとうございます。